ユリエンに咲くすかしユリ所沢のユリエンは埼玉県所沢市上山口にある西武鉄道株式会社が運営するレジャー施設の名称。毎年6月上旬から7月中旬のみ営業している。毎年期間中3万平方メートルの自然林に咲く45万株のユリの花が家族連れなど多くの来園者を楽しませている。2005年6月4日。 ユネスコ村自然散策園、ユリエンとしてオープン。当時は、ユネスコ村大恐竜探検館との並行営業だったため、ユネスコ村の名前を冠していた。2006年9月30日に、ユネスコ村大恐竜探検館が閉館になるとともに、2007年度より、ユネスコ村の冠名称が取れ、ユリエンと表記を変更。その後2011年どころより、 所沢のユリ園と表記を再度変更して、現在に至っている。鞘山が丘寮の地形を生かした約3万平方メートルの園内に、早咲きのスカシユリや、遅咲きのハイブリッド種などお,およそ50品種、約45万株のユリが咲く。散策コースは2種類あり、花を眺めながら、森林浴などが楽しめる。また、園内3カ所に休憩所を設置している。また、 毎年営業期間中、ユリの販売を行っている、ユリ園の入り口看板、ありがとうございます。